牧場チャンピオンカーニバルのシングルスリーグ戦終了後、リーグ戦に参加できなかった人も含めてシングルスをやったんだぜ。ヒザシンも1試合だけやらせてもらいました。相手はちょめちょめ牧場に大エースのうちの一人、SH ちゃん。市民大会優勝多数。市民大会に出れば必ずと言っていいほど優勝争いしていて、かなり強いんだぜ。ただでさえ SH ちゃんは強いのに、この日はなんだかすごい集中力で。この試合の直前、SH ちゃんがゆるキャラ系の KT さんに、6-0 で団子勝ちするところを目の当たりにして、ヒザシンかなりビビってるんだぜ。でも、ビビっていてもしょうがないから、おじさん頑張るんだぜ。ちなみに SH ちゃんはとにかく粘り強い T ちゃんとただならぬ仲の良さなんだぜ。手前側、ヒザシンのサーブで試合開始。幸先いいぜー。こういうミスしてると、一方的にやられちゃうぜ。非常に、厳しい。よし、ここゲームポイントだぜ。ガビーン、何やってるんだよ。フォーティーオール、一本勝負。あちゃー、あそこでダブルフォルトは。SH ちゃん、ブレイクして、SH ちゃんから 1-0。SH ちゃん、あっという間にキープして、SH ちゃんから 2-0。ここはナイスセカンドサーブだぜ。
ここは決めたかったなぁ。SH ちゃん、ナイスラン。SH ちゃん、ブレイクして、SH ちゃんから 3-0。非常に厳しい。SH ちゃん、ラブゲームキープして、SH ちゃんから 4-0。サーティーオール、ここ頑張るぞ。ガビーン、お前またかよ。よし、ここ頑張った。フォーティーオール、一本勝負。ガビーン、そんなもんだろ。SH ちゃん、ブレイクして、SH ちゃんから 5-0。非常に、厳しい。SH ちゃん、マッチポイント。全部がしっかりしてて、レベルの違いを感じました。いや、まさに完敗でした。SH ちゃん、また練習してね。T ちゃんと仲良くするんだぞ。〇〇牧場では今回の結果をもとにランキングを決めて、今後は各自でランキング戦を行っていく予定です。盛り上がるといいんだけど。